最大震度7を観測した能登半島地震から2日が経ち、被災地では食料や水など物資の不足が深刻となっています。おととい能登半島で最大震度7を観測した地震で、午前8時の時点で輪島市で29人、珠洲市で22人、七尾市で5人、能登町で2人、穴水町で2人、志賀町で1人、羽咋市で1人の合わせて62人の死亡が確認されています。今日午前11時過ぎにも震度5強を観測するなど地震が相次ぐ中、ライフラインへの影響が深刻となっています。能登地方を中心に14の市と町で断水が続いていて、県外からの給水支援が始まっています。断水がやっぱつらいかなって思ってます。大変ありがたいと思ってます。困ってることって今何ですかね。トイレとか。また各地で食料品や生活用品などの物資が不足しています。発災から2日が経ちましたが、こちらのスーパーマーケットには水や食料を求め、開店1時間ほど前から長い行列ができています。スーパーでも飲料水を中心に品薄となっていて、全員が必要なものを購入できるわけではありません。水が使えないので、こういうやっぱり節水ですね。水買えたのでそれだけでも良かったですね。今ラーメンとパンですね。お茶とかそんなのあるんやけど、水は一切ない。このほか輪島市や珠洲市などおよそ33,800戸で停電が発生していて、迅速な復旧が求められています。